いや、すごかったですね。ちょっと百様前までね、本物の火縄銃、もういちいち火薬のあの匂いが全部こっち来て、みんなおーみたいな。これはでもやっぱりある程度のトレーニングとかしてないと、あと一歩こっち来てなかったし、やっぱ誰も今できないんです。私は隊員の方ですね、実は大洲市の一般の市民の方で結成してるんですけれども、あ、現在はですね、大洲市以外の方もいらっしゃるんですが、いかにそうですね、私たち火縄銃を撃つためのカリキュラムの訓練の方を作っておりまして、それをしっかりこなした上で、この火縄銃、火を入れて火薬に気をつけて鉄砲を撃つというふうにしております。なるほどね。で、これ実際にじゃあまた見たいよって言われる方、あ、皆さんそれぞれの片付け終わってるんで、ええように並んでください。あ、またこっちに行きましょうか。あ、またこっちに行きましょうか。はいはいはい。で、これ他でも見たいよ、その大津町に行くと見られたりするんですよね。先ほどもご紹介しましたが、毎月第3土曜日、来週です、来月の、あ、今月は、はい、来週なんですけれども、大洲城の、天守閣となる本丸で、私たち公開練習という形で、今日みたいに火縄銃に火を入れて、演舞の方をやっております。ぜひ見に来てほしいなとか、大洲城で見たらまたいいと思いますんで、ちょっと最後なんか一番でっかい火縄銃のやつ撃った方も、本当あの人、本当に社会の教科書出てきそうな感じですもん。ですね、先ほど侍術を、打ちました隊員なんですが、隊長の有友と申します。指揮室は僕隊長じゃないのかというと、私隊長じゃないんですよ。あ、でもやっぱり本物が見られるというのは、大洲以外とかなかなか見られませんからね。また見てほしいですね、もうね。はい、ぜひ大洲城、今日は大洲市以外から来られた方はですね、ぜひ大洲城に来ていただいて、私たちの演舞、それにですね、木造で復元しております大洲城の天守、あとはですね、大洲城もう一日かけて楽しんでいただけたらと思いますので、ぜひお越しください。女性の方もね、隊員の中でいらっしゃって、本当に真剣な表情だったんですけど、演舞が終わるとね、もうにこやかな感じの普通の女の子に戻ってて、で、かきみさんもやたらとかっこいいですよね、なんかね。あ、そんなことないですかね。いや、まあまあ男前ですよね、なんかね。ねえ、ほんとね、まあ、女性の方は本当よみたいな顔してますけど、で、独身ですか。独身なの？ごめん、こんなところ聞いていただいたのじゃけど、彼女は？あ、今、募集中です。募集してるんですよ、名前があるんですよ、垣見陽介。垣見陽介はどうぞよろしくお願いします。話が分からなくなりましたけど、ぜひ第3日曜日、演舞大洲城に来てください。大洲半